はい、こんにちは、カババです。今日はですね、夏場ですね、2500とかですね、3000クラスを日帰りで登る時の主な装備ですね、それをご紹介します。ちなみに先日行ったですね、乗鞍なんかも、まああれは大して300メーターか400メーターしか登んなかったんですけど、一応これを基本にですね持ってきました。ザックは僕本当お気に入りでよく使ってる、これはねマジックマウンテン扱いのですね、パックテクノロジーの K2 プラス3というザックです。先日ザックの紹介動画を作りましたが、まあ、そこでも紹介されてますけど、非常にですね軽いです。これは36リッター入りのザックなんですが、まあ、重さが 650g ということで、背中のパッドを抜けばですね 500g は切っちゃう重さなんですが、基本的にこの軽量ザックを使ってます。で、36リッターあるとですね、例えば金沢切手なんかの一泊とかですね、まあ、そういったものにも十分使えますし、冬はですね背面に和冠を取り付けたりですね、スキーも付けられるんで、ある意味オールマイティなザックになってます。その左側がですねサーモスが、まあ、2本あります。で、右側のですねちょっと赤い色のサーモスが、これが山線ボトルの 500ml ですね。中はですねもうコーヒーとか入れないで、もうこれ完全お湯しか入れてきません。やっぱりね軽量っていうと、まあ、いろんなものを省くということなんですが、本当はね山頂で、まあ、クッカーでお湯を沸かしてとかね、いろんなことをやってみたいんですが、ちょっと軽さ重視で言うとサーモスにお湯を入れていくのが一番かなというふうに思います。で、その左側のですね白いサーモスは、これは逆にあの水ですね、真水、まあ、夏なんかはねこれ氷入れて冷やして持ってきますけど、これが 500ml です。一応この2本を基本にですね、ちょっと長くなる場合は、まあ、ペットボトルを1本追加するとか、まあ、調整して、やっています。で、その左側がですね、これはティッシュと、あと汗拭きタオルで、その左側がですねトイレットペーパーを芯を抜いたやつですね。で、その左側がですね、あの携帯トイレになります。まあ、最近ですね、やっぱ人間の排泄で問題になってるところが多いですし、まあ、マナーの一つとして持ってるんですが、これをねザックの中入れた途端ね、あんまり催さなくなったんですよ。これを入れてない時は結構催してたんですけど、まあ、不思議なもんでして、まあ、一応携帯トイレを入れてます。で、一番左側がですね、これが薬だとかですね、バンドエイドとか、まあ、携帯用のですねファーストエイドキットを入れてます。これ皆さんね、あのご存知だと思いますけど、モンベルのトレントフライヤーですね、ジャケットとパンツになります。モンベルのレインウェアの中でですね、非常に、まあ、軽いモデルでして、ジャケットの重さがですね約 180g ですね。レインウェアは大して着ないんですけど、ただやっぱりザックの中に参考中はずっと入れておきたいと、だったら軽い方がいいということで、まあ、多少値段は張りますが、非常に軽いこのトレントフライヤーを選んでます。あとパンツも同様でして、トレントフライヤーのパンツはですね、これ重さが 162g ということで、まあ、2つ合わせても 350g ぐらいということで、非常に軽いです。ゴアテックスを使った上下のレインウェアなんで、レインウェア以外にも使えますし、これはやっぱりですねザックの中に忍ばせておきたいですね。で、その左側がですね、はい、あの僕のね一番好きなメーカーで、マウンテンハードウェアというメーカーがあるんですが、スーパーチョックストンフーデッドジャケットっていうんですね。で、要はですね万能の上っ張りなんですが、まずですね重さが 400g ですね。で、値段が約ね17,000円ぐらいだと思いました。で、サイズ感はですね、これあの USA の M サイズだから、日本サイズで L サイズを着てるんですが、非常にゆったりとしたシルエットになってます。あの自分みたいにですねちょっと腹が出てる人間にとっては、まあ、デブ隠しにちょうどいいかなというふうに思うんですが、これちょっとねゆとりがあるのがいいなと思うのはですね、やっぱ中にフリースとか着られますから、いざという時はですね防寒具代わりにもなります。あと、ものすごくねこれストレッチ性がいいんですね。ものすごく伸びるんですね。ポケットはですね左右のお腹のところに1つずつあります。あと右胸に1つあります。で、これはですね、まあ、全てがいいわけじゃなくて、やっぱりですね、まあ、ソフトシェルなんで、雨にはですねあんまり強くないですね。まあ強くないというか弱いですね。あの耐久撥水加工がされてるんですけど、そこは雨具じゃないですし、
あとはね、止水ジッパーも使ってないんで、かなり振られた場合はですね、モンベルのレインウェアに着替えるようにしてます。で、その左側ですね、ノースの袋に入ってますが、中のオレンジのやつはですね、これツェルトです。ファイントラックのですね、ものすごくちっちゃい簡易ツェルトがあるんですね。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、過去に1回しか使ってないんですが、まあこれは使わないことに越したことはないんですけど、1人用です。で、2人で使う場合はしゃがんで使うことができます。重さもですね、ちょっと何グラムか忘れちゃいましたけど、多分150か200ぐらいしかないので、ほとんどザックの中に入れといても気になりません。まあ、いざという時はですね、まあ、これをかぶればいいわけなんですが、とりあえずお守り代わりに使ってます。で、最後一番下にある欠点ですね、これも以前紹介しましたペツルのですね、アクティックコアですね。これは買って大体2年ぐらいになりますが、参考には必ず持ってってます。防水ですし、まあ、電池も長持ちしますので、まあ、しばらく買い替える予定はないんですが、これ自身も非常に軽いもんですから、ほとんど持ってくのに気になりません。まあ、僕の場合は朝の4時頃出発とか朝の3時半出発ってもたまにありますので、そういった時は非常に活躍してくれます。はい、以上ね、こんな感じなんですが、一応夏場の日帰り参考にはですね、このようなものをベースにですね、例えばこれにクッカーとバーナーを持ってくとか、あとはこれプラス、まあ、テントを持ってくとかですね、まあ、テントの場合はプラスして寝袋とかですね、マットとか、まあ、その辺も必要になってくるわけですね。はい、夏場のベーシック装備のご紹介でございました。はい、どうもありがとうございました。